そうですね、私自分に自信がなくて毎日泣いてたりした時期もあったんですけど、でもミスコン当日の今日はすごい舞台の上で楽しむことができたのですごく感謝しています。すごい私はいろんな人に支えられてるんだなって改めて実感しました。本当にありがとうございました。